はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ペイペイが出金可能に、ペイペイマネーライトやペイペイボーナスライトに名称変更へということで、今回はですね、ついにペイペイが出金可能になるということ、そしてペイペイのサービスの一部の変更点があったということについてお伝えしていこうと思います。ということで、今回は公式ページから少しまとめてみました。まず7月29日以降なんですけども、ペイペイライトがペイペイマネーライトという名前に変更されます。まあ、このペイペイライトはもともと銀行口座からのペイペイ残高にチャージした金額のことであったりとか、あとはヤフージャパンカードからのチャージした金額のことを示してます。で、こちらがですね、なんと、有効期限が5年間だったのがなんと無制限になるんですよね。そして残高を送る割り勘機能もあります。そして、払い出しや出金に関してはこちらは不可となっています。次にこちらも7月29日以降なんですけども、ペイペイボーナスですね、まあいわゆるワクワクペイペイなどの特典やキャンペーンでもらえる時の残高のことなんですけども、こちらに関しての変更点としたら、有効期限が2年間だったのがなんとこちらも無制限となりました。これも嬉しいですね。そして3つ目、こちらも7月29日以降です。ペイペイボーナスミニというのがペイペイボーナスライトに名前が変更となります。で、これはもともと期間固定 T ポイントに変わるものなんですけども、まあ有効期限は特に変更なしで60日間ということで、名前だけの変更となります。そしてここまでお伝えして、出金についてまだお伝えしてないと思うんですけども、次ですね、こちらは9月30日以降なんですけども、ペイペイマネーというのが登場します。で、こちらは公式ページ引用したんですけども、ヤフーマネー事業に統合以降、9月30日以降ですね、所定の本人確認の手続きを済ませた方が払い出し、いわゆる出金ができるペイペイ残高のことを示しています。そしてそこからまあ銀行口座などにチャージした残高はペイペイマネーということになるみたいなので、なのでこのペイペイマネーというのが結局出金できるようになるということになりますね。そして有効期限は無制限で、残高を送る割り勘機能も一応あるということですね。若干このペイペイマネーライトとペイペイマネーがダブってしまいますが、まあこれに関しては何かしらの手続きをした上で出金ができるみたいなことを公式ページにも書いてあったので、これはまたまあ9月30日付近で何かしらの発表があれば、僕の方からまた動画にしたいと思います。一応下の概要欄に発表された公式リンクを貼っておきますので、ぜひですねチェックしてみてください。ということで、今回はペイペイサービス名称の変更とペイペイの有効期限の変更、そして出金ができるということについてお伝えをさせていただきました。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。